東方丸とは、日本の商船の名前の一つ。1のうち、かつて、飯野商事が所有し、運航していたタンカーの初代。本校で期日。1のうち、かつて、飯野海運が所有していたタンカーの2代。本校で期日。1のうち、かつて、飯野海運が所有していたタンカーの3代。飯野海運所属船としては4代目。1982年、釜山にて解体。 1, 1、のうち、かつて、飯野海運が所有していた1948年建造の2024トンの貨物船。飯野海運所属船としては3代目。1966年売却。飯野商事は、飯野商会時代の1902年以降、日本海軍向けの燃料や人員提供を受け負っていた。大正時代の後半からは海軍向けの石油輸送業務も手掛け、特務官、 野間の払い下げなどを受けて、タンカー運行を幅広く行うようになった。1929年6月に交付された優秀輸送船保護政策は、飯野商事にとって良い機会となり、1934年春行の富士山丸を皮切りに、東亜丸、極東丸と大型タンカーを次々と整備していった。初代の東方丸は、第一次船舶改善助成施設により建造された、 東余ると極東丸とは違い、飯野商事の自己資金調達船として、川崎造船所に発注され、1936年12月24日に、竣工。竣工後は、姉妹船と共に、アメリカ西海岸からの石油輸送に従事した。1941年8月20日付で、日本海軍に徴用され、1ヶ月後の9月20日付で、特設運送船として入籍し、 同日から10月3日まで、三菱横浜造船所で、偽装工事が行われた。日本岸、東栄丸と共に連合艦隊に属して、第2補給隊を編成。スクモアンなどでの猛訓練の後、第1航空艦隊に編入され、エトロフ島短艦湾から出港し、真珠湾攻撃に参加した。1942年に入ると、第1機動部隊との行動の他に、 M.O. 機動部隊の補給部隊として行動する。4月30日にトラック諸島を出撃して海画天に向かった後、ショートランドと海画天の間を何度か行き来しつつ、M.O. 機動部隊の艦艇への補給を行った。M.O. 機動部隊は35回回戦を戦って戦術的には勝利したものの、損害の大きさにポートモレス B 攻略という当初の作戦目標を放棄せざるを得なかった。 5月16日、東方丸は一連の支援を終えて、トラックに帰投した。横須賀に開港された後、再び第一航空艦隊の補給部隊に配属され、ミッドウェイ海戦に参加。ミッドウェイ海戦に敗れた後は、北方部隊に転じて、第二機動部隊の補給部隊となる。第二次ソロモン海戦にも参加して、東栄丸と共に、第三艦隊への補給を行った。その後は、 南方の産油地と日本海軍拠点との間の燃料輸送に従事した。1943年3月29日未明、湘南に向かうため、マカッサル海峡を単線で南下中の東方丸は、北緯00度00分00秒統計118度18分30秒、北緯0.0000 00度統計118.30833度。 0.0000118.30833の地点に差し掛かったところで、アメリカ潜水艦、ガジョンに発見される。東方丸は2門の美砲を持って、浮上したままのガジョンに対して、先制攻撃を行い、砲弾は、ガジョンから、わずか50ヤード離れたところに少なくとも2発は、落下したと記録された。2時33分、ガジョンは浮上したまま、魚雷を3本発射した後、 まもなく先行して、様子を伺った。やがて2本の魚雷が命中して、東方丸は、高校不のとなるも、沈む気配は見せなかった。1時間後、ガジョンは4本目の魚雷を発射して、船橋下に命中させたが、東方丸の様子はさほど変わらなかった。そこで、2度目の攻撃から約30分後に5本目の魚雷を発射して命中させ、 ガジョンが浮上してから15分後に東方丸は沈没した。5月1日に助籍及び海洋。監督官、新見和隆大佐。1941年9月20日から1942年11月26日。中里隆治大佐。1942年11月26日。太平洋戦争に入ると、戦時標準戦が制定された。EE の海運も、 例外ではなかったが、飯野海運が所有した、戦時標準戦25隻は、タンカー運行会社としての実績が考慮されたのか、すべてタンカーであった。このうち、大型のトルコリラ型は1トルコリラ型と2トルコリラ型、合わせて9隻が割り当てられた。そのうちの6隻は、2台の東方丸は、その1隻であり、他は、東亜丸と富士山丸である。2台の東方丸は、 三菱重工業長崎造船所で建造され、1944年5月15日に、竣工した。建造日数は122日で、内訳は、飛行から浸水までの日数が87日、偽装工事日数が35日である。竣工後、直ちに南方からの石油輸送に投入される。わずか2週間後の5月29日には、文字出航の日65船団に加入して、 湘南に向かった。日65戦団は6月2日に日滝島近海で、アメリカ潜水艦、ギターロの攻撃により、解剖艦、淡路が沈没し、陸軍輸送船、有馬マヤと、陸軍特殊船、新州丸が、回避行動中に衝突するという被害を受けたが、東方丸は、被害なく6月11日に、湘南に到着した。日とは、日68戦団に加入。 木68戦団は7月20日に、マニラに寄港して加入船の顔ぶれを一部改めた、上で7月23日に出港、11.5ノットの速力で北上したが、7月25日に、至ってアメリカ潜水艦、アングラー、フラッシャー及び、クレバルからなる、ウルフパックの攻撃を受ける。この攻撃で、陸軍輸送船、秋丸及び、東山丸、2TM 型タンカー、 大鳥山丸が沈没して、特設運送艦、聖川丸が損傷するという被害に見舞われたが、この航海でも、東方丸は、無事で8月3日に、文字に到着した。以後、非73戦断で難化し、10月2日、湘南執行の非76戦断には真っ向まで、加入した。その後は再び湘南に向かい、11月27日湘南執行の、久30戦断に加入して、 11月30日にサイゴン郊外に到着している。戦況日に火に厳しくなり、1945年1月に入ると、アメリカ第38任務部隊が南シナ海に侵入し、非86戦団をはじめとする輸送戦団やサイゴンなどのインドシナ半島各地の港湾、及び香港などに在白の商船などを片っ端から攻撃して、 南方からの乾燥ルートを根絶やしにしつつあった。そこで1月20日付で南高作戦が発令東方丸も南高作戦に従事するため、1月29日、文字出港の日93戦団で湘南に向かった。中国大陸沿いを南下し、2月6日夜に万本湾に下泊して、翌2月7日朝に高校を再開、湘南へと急いだが、 北緯十一度五十三分統計百九度二十二分、北緯一点八八三度統計百九点三六七度、十一点八八三百九点三六七のカムラン湾港に差し掛かった十時五十分頃、アメリカ潜水艦、バーゴールの攻撃を受けた。バーゴールは、戦乱右側方から攻撃し、発射した魚雷のうち二本が、東方丸の左舷船首と船倉に命中。東方丸は、 沈没を免れたが大破した。他の魚雷のうち一本は、第53号解剖艦の艦艇を通過したところで、爆発し、その衝撃で、第53号解剖艦のタンクが破壊され炎上し、艦隊は切断、沈没した。飛久13船団は、カムラン湾に逃げ込み、事態が収まるのを待って出航2月9日、飛久13船団は、三ックに到着。ここで、 東方丸と入港直前に触来した第61号解剖艦はャッ区に残留となった。ャッ区に残された東方丸は応急修理の末自力で湘南に到着して大修理を行った。修理後は細々と残ったインドシナ半島への輸送に従事する。その内情は湘南からは重油をインドシナ方面へ。 インドシナ方面からは米を湘南へ輸送するというものだった。東方丸は、駆逐艦、神風と第四号総海底の護衛で、インドシナ半島南西部の発展に向かうこととなった。6月15日、戦乱が、北緯09度25分統計99度54分、北緯9 4日7度統計99.900度、9 4日7 9 9 9 0 0の、 寒い東近海で燃料を補給中、アメリカ第10空軍の B-24 の波状攻撃を受けた。この攻撃で東方丸は輸送に命中弾を受けて火災を起こした。燃料を搭載していたため消火作業もままならず、17時になって総員大戦が例されて放棄され、東方丸は炎上しながら沈没。神風は東方丸の生存者を救助して湘南に帰投した。 春行後396日目での沈没だったが、これはニトルコリラ型の中で戦後残存戦を除くと、最も透明な記録であった。川崎型輸送船戦時標準戦ニトルコリラ型 SS-211 アセスガジェンパートに P23 記載時間春行日及び、建造日数からの逆算春行日及び、偽装日数からの逆算8月25日文字、出航。 9月5日、湘南基沈没した後引き上げられて再生したセリア丸、サバン丸、玉坂丸を含むありがとうございます。